兄さんが入ったポットは物流王が奪った。絶対に追い詰めてやるわ。同族兼同じ一強。ハッチマルよ。今回この工場探索も大詰めを迎えているよ。あのムカつく物流王に一泡吹かせてやりたいぜ。では、早速始めていくよ。うぬぼれるなよ。誰に盾ついてると思ってやがる。我が親衛隊に遊んでもらえ。精鋭中の精鋭たちに、虫けらがどう戦うのか見物だぞ。ぐははは。はおじいちゃん、ボケてしまって。なんか来た。後ろのがビッグダディに見える。これがボケ老人の介護士さんたちか。お仕事ご苦労様です。一匹だけか、汗もかくまえ。こいつらはエクソ傭兵隊。金持ちや企業しか雇えない。超一流の悪党だぜ。ジェットパックで空を飛び回るよ。新たなタイプの敵が現れたね。こいつらも当然のようにダッシュを使いこなすぜ。より固く、強い敵だよ。連続ダッシュを使ってくるので、よく狙いを定めないと、攻撃をかわされてしまうぜ。対処としては、右クリック長押し。この長押しを気持ち長めにすることで、ダッシュの予約と相手のダッシュが被って、かわされるなと思った時、追加のダッシュ予約を入れられるようにしたら、いいんじゃないかな。言うはやすし、行うは堅し。嫁がヘレンなのが清し。ここでは追尾式地雷が出てくるよ。存在を忘れた頃に、登場してくるから。避けにくいったら怪しないぜ。こいつも瞬間移動してくるから、後ろを取られても対処できるように、画面全体を見れる余裕が欲しいね。すっごい飛んだよ。ここで敵のドローンが出てくるよ。サーチライトに当たらないように注意。結構痛いよ。敵に集中していると気づかないからな。黄色い敵は上空から吸収して、衝撃波を出してくるね。しかも地味に硬いぜ。シールドの反射で倒せたね。やっぱりシールドの使い方は重要だぜ。地雷の対処に武器切り替えは、いつでもできるようにね。無理な時は、ダッシュで逃げて、時間稼ぎするのも手だぜ。この辺の瞬時の判断が難しいよね。うまくいっているのを流しているから。できているのであって、できてなかった場合は死んでしまっているぜ。ちょっとの判断ミスが命取りの、難しめのバランスが癖になるよ。これだけの防衛ラインに邪魔されちゃうと、王様にたどり着くのは厄介よ。けど他に道はないし、私がハックするから、君は生き延びて、出口は自ら切り開くしかないの。ここは制限時間生き残ればクリアだよ。女の子がハックしてくれるまで、シールドとダッシュで耐えるぜ。キネティックバリアっていう設置型のバリアがあるんだけど、そのスキルを使えば、もっと楽にクリアできるかも。なんとか耐え切ったぜ。ここで初めて見る武器をゲット。どんな武器なんだろうな。エンジェル、まだあったのか。マザーは死んでも、エンジェルは残ってるんだね。またエンジェル、品薄解消ってわけね。王様分かったと思ってるはずよ。あのニヤケズラをぶったたいてやりたいぜ。さっき拾ったエレクトラ、試してみるよ。ダメ系の武器で、ダメ時間に応じて球体が巨大化するぜ。最大チャージ1発でエンジェルの目を破壊できるから、かなり強力だね。弾速が遅いので、そこだけは注意が必要かな。攻略自体は前回と同じなんだけど、エクソ傭兵隊が加わっているので、前回よりタフだと思う。そして少し編集について反省点があるぜ。出すべき出ない情報を先走って出しちゃったんだよね。ダメ取りして、編集しているんだけど、編集中はゲームを起動して、データベースを見てるんだよ。
この場合エンジェルなんだけど、進行しているとこまでの情報が記載されてるんだよ。だから編集している場面では知り得ない情報を書いちゃったんだぜ。あんまり気にしない人が多いのかもしれないけど、ゲーム自体が丁寧に伏線を張ってあるので、もったいないことをしたなぁと思っちゃったんだよ。まあ何のことかといえば、エンジェルには人間が使われているってことなんだけど、よくわからない製造ラインがある。謎の大量のポット、どうやら人間の輸送用らしい。その中にはお兄ちゃんが入れられている。そしてこのエンジェルを倒した時の演出、すっごい丁寧にストーリーテリングしてくれてるんだぜ。それを無駄にしてしまって、もったいないことをしたなぁと思ったんだよ。この戦闘の後の演出で、よりヘブン社の非道が明確になるからな。今後はその辺も気をつけて編集していきたいな、という反省でしたとさ。さてエンジェルのコアも、残すとコアと2つ。次のチャンスで決め切りたいぜ。よし、さっき言ってたのがこの演出。ここで人間が吐き出されるぜ。嘘でしょ、どこまでやんだマシンなの。この一連の流れは秀逸だと思う。水を差してしまったけどな。さてここで支援ドローンを呼んでみるよ。アルトを押してスキル選択、シフトを長押しで選択画面に入れるよ。暗くなっているアイコンは選択できない。まだ出てきてないか、取り忘れた武器だぜ。今回近接武器を取り寄せるよ。目標地点から逃げないとダメージらしい。カーバー君にはこの後頑張ってもらうよ。さて、犯罪操業を抜けて、最後のエリアに向かうぜ。その前に廊下を見てみよう。もうなんとも思わないぜ。進めりゃいいんだよ。物流オーガナゼハンザの、お頭、と呼ばれるか知ってる？奴には頭しか残ってないの。あはは。物流王はおまんじゅうだった？奴の年齢は200歳とも言われてるぜ。長生きするために、自分の体で実験を繰り返した結果、頭だけになったみたい。奴の脳は直接工場施設とリンクしているぜ。生にしがみつく執着心、侮ると痛い目見るかもね。なんだなんだ？頭だけのおっさんが来た。来たか、ちょうどよかった。鬼ごっこの時間だ。始めよう。逃げ切れるかな。走って。横顔かわいい。何が悲しくて、頭だけのおっさんと追いかけっこせにゃならんのだ。ここのコースは連続ダッシュの練習にいいかもね。けどコースがあるから、方向を見極めないと突っかかって捕まっちゃうぜ。ところどころある可燃物も気をつけないとね。連続ダッシュってタイミングが重要だよな。タイミングが遅かったりすると綺麗に繋がらないんだよね。あとオーバーヒートには注意だぜ。なんとか逃げ切ったね。全く楽しくない鬼ごっこだったぜ。さあ、物流を追い詰めたよ。今までの仕返しをしてやるぜ。愚かな。飼い主を失望させるゴミめ。俺を殺したいか、サイコ坊や。よかろう。やってみろ、グハハハハ。よし、クソ野郎を葬るわよ。では物流王戦やってくよ。こいつは全身をバリアで覆われているから、直接攻撃が効かないぜ。で、どうするのかだけど、ダメージを与えるためには、バリアを解除させなくちゃいけない。この4本の柱が見えるかな？これを攻撃して、全部オーバーヒートさせると、内側の部分に強力な電磁波的なものが発生するぜ。そこに圧を誘導して、電磁波を当てれば、バリアは解除されて、攻撃できるようになるよ。で、柱をオーバーヒートさせるのには、
自分で攻撃してもいいし、相手の攻撃を柱に当てさせてもできるぜ。説明は以上。では成功例を見ていくよ。ここで使うのは強力な両手武器がおすすめだよ。こんな感じでパワーアタックで攻撃してくぜ。うまくいけば一発で2本オーバーヒートさせられるよ。そしたら中央に誘導して、ダメを返し。無防備なところをボコってね。あとは同じことの繰り返しだよ。オーバーロードを使えば、さらにダメージは加速するとフォーラムにあったぜ。攻略情報はクリア後に調べたので、この時は前情報なしだよ。うまくいけば2ターンで終了。下手に受けに回るより、攻めた方がいいね。さてと、やるわよ。奴の脳をハックして、兄さんをどこへ送ったか調べるの。ぶち込んで。よせ、こいつは誤解だ。俺はボスに忠実だった。裏切りはしない。あいつらなんだ、俺じゃない。あいつらが企んだんだ。信じてくれ。うるさい男ね。奴の力は知ってるはず。君の兄さんをさらっといて、今度は泣き落としで逃げようってわけ？黙って頭にぶち込んで。よせ、聞くんだ。ざま見ろ。今の見た？さぞや痛かったはず。因果応報よ。とにかく兄さんの居場所は分かった。農場にいる、町の地下深くに広がる、おぞましい場所よ。あそこへ入るには、物流王の生体認証キーが必要になる。つまり、奴も同行するってこと。行くわよ。このポンコツ頭。あ、今のは奴に言ったんだからね。ワンちゃん、町へ戻って装備を整えましょう。長かった工場編も、これで終わりを迎えたね。さっきの会話で気になったことがあるから、最後にまとめるぜ。さてと、農場へは王様の生体認証を使って、すんなり入り込めるはず。君の兄さんもすぐに見つかる。私たち三人が力を合わせればね、王様？舐めるな、そんな、何もわかってねえ山ちゃんが、貴様らの手足にはならん。それはどうかしら。ひとまず忠告、おとなしく従った方が身のためよ。どうやらもう一度、あの偏屈じいさん、メカニクスの力を借りる必要がありそう。この恩知らずの我らが友人を、素直ないい子に作り変えてもらうの。私たちの身の安全のためにも、メカニクスも君に会いたがってるはず。よろしく言っといて。会いたがっているとは、到底思えないんですが、とりあえずこの公的に回さないようにした方がいいな。ここで物流王の発言を考えていくよ。奴は、あいつらが企てた、と言ってたね。少なくともあと二人は敵がいるってことだな。それと物流王の命乞いが気になったんだよね。ヘブン社のボスを裏切ってない、と言ってたね。なんでそんなことを言うんだろうね。まるで私たちがボスの資格みたいな言い草だよな。って、思ったのが女の子はボスの関係者なんじゃないかって。そしてかなり深読みすると、女の子は奴の力を知っているはず。お兄ちゃんをさらっておいて、泣き落としで逃げようってわけ。と言ってる。この兄弟もヘブン社のボス、ビッグドッグの関係者じゃないかと。邪推してしまったんだ。さらに言うと弟くんがビッグドッグなのかなと。でもそうすると、ハンザ工場が建てられる前、空き地で遊んでたって言ってたよな。ボスが自社の巨大工場の位置を知らないってのは、おかしいよな。それに自分を暗殺しようとしてたことになるぜ。物流をハックした時、ツインズ、って出たんだよね。だから兄弟は双子じゃないかな。お兄ちゃんがビッグドッグと考えても、おかしいな。で、この兄弟はビッグドッグの息子たちじゃないかと、考えたんだよね。証拠が全くないよな。うん。だからここで手詰まり。妄想がはかどってしょうがないぜ。今回の考察のまとめを言うよ。
兄弟は双子の可能性。女の子はビッグドッグの関係者。この二つは可能性としてあるんじゃないかな。後半の兄弟の正体については忘れてほしいぜ。ま、物語を進めていけばわかるさ。では今回はここまで。またね。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。ご意見等あれば、気軽にコメントしていってね。では、次回まで、ゆっくりしていってね。